右からの攻撃を水戸の方はですね意識して仕掛けてますから、やはり左を、あーとミドルシュート決まった。素晴らしいミドルシュートでしたね。白井の右足一閃、立ち上がり9分のところ、ボックスの外、前が空いて迷わず打ち抜いてきました。トラップをしてですね、すぐにこう、まあ、ものすごいこういいコースを狙って打ってきましたけど、ちょうどまたディフェンスのこう影でというかですね、立っているところから打ってきたので、ゴールキーパーも非常にこう反応しづらかったですよね。ただいまの得点は伊藤光雄、いや素晴らしいシュートですね。狙いすましたミドルシュート。